キツネドンのお話は、ビアトリックス・ポター作の絵本である。ピーター・ラビットシリーズの一編。花つまみ者のキツネドンはいくつかの家を持ち、その家を渡り歩いてはあたりに住む動物たちを、震え上がらせていた。キツネドンが出て行った後の空き家には、穴熊のトミーが勝手に入り込むこともあった。トミーは他に食べるものがないため、こうウサギのパイを食べようとして、年寄りウサギのバウンサーのところへ行く。 そして、本人の目を盗んで、孫の七匹の小ギをさらっていく。家に帰ってきて、これを知った息子のベンジャミンは、トミーの足跡を頼りに後を追う。その途中いとこのピーターと出会い同行し、動揺するベンジャミンと対照的に冷静な、ピーターの二人は夕方になってキツネドンの家に、たどり着く。台所の窓から中を覗くと、空の皿やテーブルなど、食事の用意が整えてあり。 中には誰もいなかった。そこで寝室の窓から中を覗くと、キツネドンのベッドで誰かがいびきをかいて寝ているのが見えた。月明かりが台所に差し込み、ピーターたちはパンや器用の扉が窓の音に反応して動くのを見つけ、小兎は釜の中にいることを知る。家の窓も扉も鍵がかかっていたため、二人は穴を掘って家の中に入ることにする。 夜が明けてだいぶ穴が深くなったところで二人は、キツネドンがやってくるのを見つけ、とっさに穴の中に隠れる。キツネドンはひどく怒り、大嫌いなトミーの足跡を見つけてさらに怒りを募らせる。鍵を使って家の中に入ったキツネドンはトミーが自分のベッドで寝ているのを見つける。キツネドンはしばらく考えた末に、 ベッドの上に水を入れたバケツを綱でぶら下げ、家の外からトミーに水をかけようとする。その用意をするのにキツネドンが悪戦苦闘している間、トミーは片方の目を開けたり閉じたりしていたが、相変わらず、いびきをかき続けていた。トミーはキツネドンの計画が終わって、家の外に出たのを見計らい、すぐにガウンで身代わりを作り、毛布に包んで、バケツの下に置く。 うさぎの料理は、時間がかかるため後回しにして、台所でお湯を沸かし始め、きつね丼が綱を噛み切って、バケツが落下しても、トミーの声が聞こえず、ベッドの中のものも全く動かないので、きつね丼はトミーが死んだと確信してお喜びする。そしてこの後の予定をいろいろ考えながら、台所に入ると、当たり前のようにトミーが茶を入れており、きつね丼を見るなり、すぐにその茶をかける。 そこでキツネドンとトミーのとっくみ合いが始まり、台所は大変な騒ぎとなる。憎まれ者二人が外に出て、まだ喧嘩を続けている間に、ピーターとベンジャミンは小ウサギたちを救出する。一方、ベンジャミンの家では、バウンサーとベンジャミンの妻、フロプシーとの間に気まずい空気が流れていた。そこにピーターとベンジャミンが子供たちを連れて帰ってくる。子供たちは、疲れていたが、父をもらい、 寝かされて、すぐに元気になり、皆で食事をしながら、ピーターとベンジャミンの救出劇を聞いたが、キツネドンとトミーが、最後どうなったかまでは誰も見届けていなかった。ありがとうございます。